浅草船芋羊羹は、さつまいもを主原料として練り上げ成形した和菓子である。羊羹と名がついてはいるが、その製造方法や、練羊羹などに比べてはるかに短い消費期限など、通常の羊羹と異なる点が多い。さつまいもを蒸して熱いうちに砂糖を練り混ぜ、四角形の型に押し詰め、冷やし固めるのが一般的な製法である。さつまいもを蒸す代わりに茹でたり、 砂糖の他に少量の塩や寒天などを添加することもある。芋羊羹の消費期限は練り羹羹に比べてはるかに短い。練り羹羹が1ヶ月以上日持ちするのに対しは芋羹羹の消費期限は2日から3日程度である。腐敗菌は糖度が50%以上になると水分を奪われてほとんど増殖できず60%から65%に、練り羹羹の糖度は62度で、 腐敗菌を死滅させる条件を満たすが、芋羊羹の糖度は21%程度で、腐敗菌を死滅させるする条件を満たさないことが、理由である。なお、小豆の羊羹でも、糖度の条件を満たさないものは、消費期限が短い。深も焼き芋などをほぐし、砂糖を混ぜ込んで成形した駄菓子は、江戸時代から存在していた。明確な名前はなく、それを売っている。 万太郎小屋という小屋の名前を取って、他の駄菓子と共に、万太郎菓子と総称されていた。裏ごしなどの和菓子の技術を使って滑らかな口当たりの、現在の芋ようかんの形になったのは明治になってからである。明治三十年代半、浅草ことぶ機町で芋と炭の卸し問屋を営んでいた小林和助は、当時高価で庶民の口、売り物にならない、くず芋を捨てるのが惜しいので、 何かに生かそうという芋問屋の立場からの発想でもあった。その後、和助は、佐田吉のもとで和菓子の作り方を学ぶとともに、和菓子職人としての修行を積み、佐田吉の出身地である船橋市から、船と自分の名、和助の一文字を取って、1902年戦争一丁目に船輪を創業した。後に佐田吉は、家族と共に足利町に移り住み、船底は、 足利に移転した。現在では、芋羊羹は日本全国に広まっており、埼玉県川越市などのサツマイモ産地の名産品としても親しまれている。芋を好む濃い釣りの餌にも利用される。釣り餌用の配合で作られた製品が釣り具店で入手できる。なお、この釣り餌用は、サナギコなどが入っているため、人間が食べる用途には向いていない。ありがとうございます。